今日のマスター講座奮闘記なんですけれども、クレーのペーストがなんかねうまくできないんですよねというお話をしていきます。事前にねもうこのやり方でやってもらおうっていう感じで、すごいこれで OK じゃんと思ったんですけど、その後ねやったらうまくいかなくてもうどうしようと思ってます。もうなんかね仕様とかも結構途中まで作っちゃってて、でやってみたらあれこの間これでめっちゃうまくいったんだけどなみたいなことになっちゃってね、ちょっとまずいな、これまたやり直しなのかなっていう感じなんですけど、でも本当にやり直しも何もやっぱりほら皆さんが確実にちゃんとクレーのペーストを同じ状態で作れないといけないので、どうしようかなってね、またちょっと悩み事ができちゃったんですよ。なかなかでもねやっぱりクレーってね、ここが一番難しいんですけど、クレーによって水を吸う量って全然異なってくるんです。で同じクレーだったとしてもやっぱり多少の差ってあるんですよね。よくまあ言われてるのはロット差が生じる、ロットによって、まあ、ほら自然のものなんでね、クレーはねちょっと掘る場所が変わっただけでも成分が変わってくるからっていうことでロット差が生じるとはよく言われますけれども、ただ私やっぱりロットだけじゃなくってその時のね、よくこれお話しする話なんですけど、そば打ちはね本当に繊細で、温度と湿度によって水の量を変えるんですよ。そのぐらいそば打ちだって水分量をめっちゃ神経使うのに、クレーがねやっぱりその水分量っていうのを左右されないわけがないと思ってるんですよ、湿度と温度で。なのでやっぱ同じように作ったと、同じクレーでも同じように作ったとしてもやっぱりなんかこうあれ今日うまくできないっていうことも私自身もあるんでね、まあ、そう考えるとやっぱりちょっとその同じクレーでも難しい、同じように作るのは難しいから、それがクレーセラピーの難しさであるんですけど、いやいやでもねもうそんなこと言ってらんないんですよね、みんなに同じように作ってもらわなきゃいけないから。で、クレーセラピストの方とかクレーの扱いに慣れている方も結構参加はされるんですが、まるっきりクレー使ったことない方も結構いらっしゃるんで、あちゃーと思って頭を悩ませてます。でも頭悩ませてどうしようどうしようどうしようって、結局そのどうしようどうしようどうしようから新たな発見って生まれてくるんでね、私の経験上からも、もう本当にあーやばいどうしようどうしよう、あーもうやだやだとか思ってて、ふともういいやってちょっと投げた時にふとこう答えがね降ってくるって言うと、またちょっとなんかこう変なね怪しい言い方になっちゃうんですけど、こう答えがこうそう降ってくることがあるので頑張りますということで、今日はクレーのペーストがうまく作れないという話を引き出しました。